市立山手大中学校は、兵庫県宝塚市にある公立中学校。創立記念日は11月22日。阪急不動産が、いわゆるバブル景気と呼ばれる1980年代後半から1990年代前半に、宝塚市の山手大へ不動産事業を展開した。その即犯としての役割を担うべく、宝塚市へアプローチをかけ誕生した。 公立校が山手大小学校、山手大中学校である。開校した1994年4月時点で、生徒は1.2年生123名の4学級、教職員16名で、宝塚市の12番目の中学校として開校した。バブル崩壊により山手大の地価が下がるも、以前150人前後の生徒数であった。2006年頃から再び、山手大事業が、 再スタートしたこと、出身小学校である長尾小学校周りのマンション開発が活発化したことにより2007年度は200人近くの全校生徒となっている。2020年度は1年生が5クラスとなった。カラフルでレンガ地域の中には、兵庫県で唯一規模の大きい武道場、ひもき板張りの教室廊下の腰板、幅5メートルの廊下。 教室と廊下の仕切りを稼働することができるオープン教室また土でできたテニスコートなどがある。宝塚市内の公立小中学校で唯一校門のない学校だったが2014年9月に不審者が校内に侵入するという事件をきっかけに2014年11月に2台の防犯カメラと2015年に2つの門が設置されることになった。 山手体中学校では9月に模様される運動会のことを体育大会、10月に模様される文化祭のことを文化発表会と呼んでいる。体育祭では全校生徒が赤軍と白軍と青軍と黄軍に分かれて騎馬戦などの競技を加点方式の特典で競う。また、応援団長を率いる全団員で行われる応援合戦がある。 各学年3クラスだった時は、赤軍、白軍、青軍の3チーム。2020年より赤軍、青軍、黄軍、緑軍になっている。2014年の体育大会では、第3学年のみ4クラス体制のため、競技では赤軍と白軍に、応援合戦では赤軍、白軍、青軍、黄軍に分かれた。2017年の体育大会では、 全学年4クラス体制となったため、競技、応援合戦ともに、赤軍、白軍、青軍、黄軍に分かれた。結果は、軍が獲得した各競技の総得点で決定。クラス対抗競技は学年ごとに、各クラスに。応援合戦は、来賓の人などによる得点で決定。文化発表会では、学校行事の開催や、その補助を担う執行部が主体となり、 会が行われ、2000年頃から合唱祭も同時に行われている。1年生と2年生は、校外学習、1年生は天地学習とワクワク、オーケストラ、2年生は、トライアルウィーク、3年生は修学旅行と、宝塚歌劇鑑賞がある。ありがとうございます。